んにちは。今日は家の中を歩いてところを撮ってもらいます。どのような歩き方になっているか自分でも見ておかなあかんと思ったので、今から歩きます。よろしくお願いします。お願いします。どうでしたでしょうか。はい、あの足の底が浮き上がらずにしっかり床を捉えて歩こうとされてたなと思います。あともう一息、膝を曲げてもらってしっかり前に足を一歩踏み出すようにしてもらうと重心が前に移動するので歩くスピードも速くなるかなと思います。はい、わかりました。もう一度当てめを言います。はい、いきます。もう一息、膝曲がりますか。はい、膝を少し前に出すようなつもりで。そうですね。だいぶいいと思います。横に揺れるのも少し少なくなってきました。どうでしたでしょうか。あ、はい、足もしっかり前に出して体重をかけれてたので上半身もそんなに左右に揺れず綺麗に歩けてたと思います。ありがとうございます。ただ指は今装具をつけたんですけども指はこんな状態になっています。うん、またあるところを見てもらいます。今日はありがとうございました。